本日の晩酌、これが肉の岡山さんの厚切り牛タンと蜂の巣でございます。美味しそうでしょ。でこっち側にはロースと上身がございまして、本日焼肉晩酌でございます。はい、まいりがとうございます。本日は楽しい楽しい焼肉の時間でございますというでね、楽しみでございますわ。ちょっとね、家でやる晩酌、焼肉からちょっと遠のいてたからさ、いうので早速ビールが出こう、チャラッとね。今日も冷えるビールでございます。よかったら乾杯乾杯。お疲れさんでございました。うーん、めーたまらんな。いうので今日はまた肉の岡山さんの牛タンでございます。肉の岡山さんの厚切り牛タンと、これが蜂の巣で、これが、特価になっとってんけど、ロースやったかな。ロースと、身の。言うて、牛タン、めちゃくちゃうまそうやろ。蜂の巣も、ええー、感じでうまそうになっとって、これね。ロースもたまらんでしょ、これ。ね、言うて、早速、やっていくよ。ということでね、早速やっていこう。早速やっていくんやけども、まあ、早速やっていこう。もうね、これが牛脂やからね。牛脂、牛脂。肉の岡山さんでね、たっぷり牛脂持ってきました。ね。牛の焼肉するには牛脂やからね。ということでね、早速身のから焼いていく。よっしゃ、身のとかね、ちょっと時間があるからね。よっしゃよっしゃ、ちょっとな、いい感じで、これ蜂の巣ね、私大好きな蜂の巣で、赤身のね、ロースとかはちょっと早よできると思うから、さっきちょっとこっちがこのぐらい焼いて、牛タンもちょっといっとくか。よっしゃ、牛タンもね1枚で、ロースこのぐらいいっとくか。よっしゃ。で、簡単にこういうね、おばんざいみたいなのがコンビニであったのを冷蔵庫にありましたね。いただきます。うん、うまいな。おいしい。でね、今日のタレは3種類用意した。これも初めてやねんけど、肉の岡山さんで売ってる塩だれ、それと味噌だね。これちょっとね、初めてでね、味噌だれと塩だれ、こうね、塩だれがね、こんな感じ。うん、でこれが味噌だれね、初めて。これもこんな感じ。うん、ほんで生姜インカブラ、これはポン酢、ポン酢が牛タンはやっぱりさ、生姜インカブラのこの酸味が効いてる方がいいからなので買ってきました。いうことでね、牛タンはカブラでいくよ。牛タンはね、こういう濃いタレつけたらあかんねん。うん、さっぱりいただくのがいいのよ。で、この辺のホルモンも私は時間があるから、このね、ロースとこの牛タンでね、晩酌いくで。いやいや、楽しみだよ。ええけど、この春雨もうまいな。これたまたま前にコンビニで買うといたよ、春雨。うまい。うん、おいしい。ああ、もうええ感じか。もうちょっとこの辺ええ感じかな。こっち返しとこうか。牛タンとかもええ感じか。よっしゃ、牛タンとかな、返しとって、よっしゃ、ちょっとこっちも返す。身のとかもね、くっつくからね。よっしゃ。ああ、身のもな、久しぶりやな。焼肉屋さん行ってはね、ちょこちょこ頼んだりしてんだけど、うん、家焼肉はなんか久しぶりないう感じするわ。鍋とかをね、ずっとやっとったから。うん、どうロース、牛タン、よっしゃ。では牛タンからいこうか。早速牛タンいただきます。カブラでいきます。カブラで牛タンはね、レモンやねんけども、このポン酢もね、いただきます。うん、よう合うわ。うま。牛タンうまいな。で、この新しいタレいこうか。このロースでいこうか。まずは塩だれでいこうか。塩だれのロース、いただきます。あ、そういうことか。うん、うん、あっと口に入れた瞬間、あ、店の味だわとか思って、店で出てくる塩だれっていうよりもさ、ちょっとどうてやの、塩が混じった
ドレッシングだねみたいなあれやんか。そんな感じやわこれ。うん、ということでね、もう一個ロース、ロース焼いておこうか。ロース、あー、牛脂、牛脂もね、牛脂と牛脂をこう置いて、でここにねロースを置いて、でこちら、そうか。んでちょっと待って、味噌だれの方はどうやろ。まだこっちできてないな。一緒にロース2つ入れちゃいまった。もうええ感じ、もうロース返す。よっしゃ、ええ感じになってね。でこっち側の方もちょっとこう返しといて、だんだん出来上げてきてる。そらそうやわな、焼いてねえからだんだん出来上がらんとな、うん、ロースか、ロース、ロースはな、あんまり焼かんでええと思うけど、もうええかな。この、そうか、塩だれがそんな感じか。でこっち側のこれね、さっきの塩だれがこれ、これが肉の岡山さんって言って塩だれこれで、味噌だれこれね、肉の岡山さんって言ってます。あのね、遠方の方はご存知ないと思うけど、ご存知の方はご存知だけど、あの厚切り牛タンを仕入れてるところ、私ね、いつも凍ってるところで、あの精肉店なんですよ。でその前でもうバーベキューできてね、その動画何回か撮ってんねんけども、あの近くにあんねん近くにあんねんってでこれいこう。次味噌だれでな、味噌だれでいただきます。いただきます。ロース、うん、なるほど、これもうまいな。おじみ、やっぱりそうやな、味噌だれはね、そのまずいとかうまいっていうよりも、まあそうか、あのどうだろう、ドロッとした味噌じゃなしに、そうやな、ちょっと味噌のかかった、そうやな、これもお店でどっかで食べたことあるけど、この塩だれ、塩だれはねいいわ。うん、これええと思うでしょ。ちょっとこの辺、この辺ちょっと言っとくか。この辺をちょっと、全部入れとか、これまず蜂の巣を味噌の方に入れるのと、で塩だれとポン酢でいってみよう。よし、まずポン酢からいただきます。なるほど、塩だれ、うん、で味噌、ああ今日のこの中やったら僕が好きなのは塩だれやわ。うん、塩だれうまい。牛タン行こう。これ見て、ごっついよ、おい、これ厚み粉なの。牛タン、牛タン、ブラ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 牛タン、ブラブラブラ。ちょっと待って、牛脂や、牛脂、牛脂でな、こう焦げたらあかんからね。よしよし、でちょっと待ってや、牛タン、牛タン、牛タン、バシャッといく。よっしゃ、ね、で牛タンはやっぱ牛タンの塩でもええか分からへんな。 牛タンちょっともう一枚でも。よっしゃ、この塩だれ意外にうまい、意外にうまいっていうか、うまい、うん、塩だれは私好きやな。これ普通だやな、ちょちょちょ、普通、ミノやな。ミノはまず味噌だれでいこう。よし、ミノ、うん、これが塩だれね。やっぱり今日は塩だれがええわ。うん、ポン酢ではなかなかちょっとパンチが弱すぎると思う。一応はカブラでいっとこう。うん、やっぱ塩だれうまい。どうだよな、レモン汁みたいな塩だれじゃないね、ほんまに、うん、薄いレモンが効いた塩風味、うん、うまい。これ絶対牛タンもうまいぞ。うん、ということでね、ちょっと返す、牛タンもな。しゃあ、いいな、焼けとるわこれ。うん、でもこの蜂の巣、蜂の巣を塩だれでいこう。塩だれ、塩だれ、塩だれ、ちょっとこっち、こっち全部塩だれいってろ塩だれうまいわこれ。うん、塩うまい、うまい、塩な、塩、これお店、お店みたいな感じやわ。うん、うん、いけるいける、うん、
うまいな。塩ドレッシングみたいな感じだな。うん、この塩だれ何でも合うんちゃうかな、うん、と思う。うん、で牛タン、焼きすぎた焼きすぎたって、あの楊さん焼きすぎたああ、牛タン行こう。牛タン、牛タンはこの正午にかぶるな、カメラで行って、でこの塩だれでもいってみよう。塩だれ牛タンな、牛タン塩だれでいったら問題かもからいただきます。うん、合う合う。うん、この塩だれどうだよな、ほんま、うん、お店の味っていう感じするわ。でこっち側の味噌だれはね、さやな、正直言うたらちょっとなんか中途半端なタレやな。うん、日本な、日本な感じの、うん、あの偉そうに言ってごめんなさいあー、ないわ、取ってくる。ということでね、本日新しいビデオでございます。これもね、コンビニさんで見つけて、え、これ前飲んだかな、ちょっと変わってるなってことできてんけどね、サントリーさん、サントリーさんのワールドクラフト、セッション IPA ってことな、これこれね、どんなグラムで、ついつい新しいのあったら買ってしまうからね。では行ってみよう、さらっとね。ちょっと濃いような感じ、うーん、いい感じだな。で、返そうか、よっしゃ。あ、これちょっと待って、ロースト、これしもう一回塩だれと、あのね、ポン酢で食べるの大体わかる、この塩、これほんまあれやわ、変わってる。こう、うん、初めてあの、なんていうの、買ったけど、これあの岡山さんで売ってる、通販で売ってるのかな、ちょっとそこらは分からへんけど、あの、うん、塩だれと何、味噌だれか、うん、なんかもう一種類がなんかあれ、あんまりはっきり見えなくて、 3つぐらいあったような気するけど、ちょっとこれは塩だれと味噌だれ、これでいいんだよね、うん、いい感じだね。これちょっと味噌だれでいってみよう。味噌だれで、味噌だれな、味噌の方がそんなにあんまパンチ効いてないねんな。うん、うまいな、うまいけど、ちょっと中途半端な味噌やねんな。ドロッと味噌風味でもないし、じゃあ今度パンチの効いた焼肉だれ風かで、そうじゃないねん、なんかほんまちょっと中途半端な味噌だれっていう感じやな。うん、あの残念というか、まあこれ人の好みやからね、あの 悪口というか、あの評判ほどしてるわけないよで、この塩だれ、これ私今日気に入ったわ、塩だれ、うん、これ何でも合うんちゃうか、うん、これうまい、私これ大好きやわ、はい、クラフトビールやな、これ飲んで、なんとなく前にどっかで飲んだような気するな、あの苦い、ホップ、ステップ、ジャンプ、いや違う違う違う、麦芽が効いた、あれ、あの IPA やから、あのあれやな、クラフトビール、ワールドクラフトって書いてある、クラフトビール、うん、地ビール、苦い、苦いからね、ちょっと甘いもんと一緒に食うたらいいかわからへんけどな、うん、そうか、うん、今日はね、この久しぶりの岡山さんと、久しぶりいうこともないかな、このタレが楽しみやって、うん、タレね、ちょっといっとこう、よし、で、ミノな、ミノもね、好きなんよね、ミノとかね、この蜂の巣はさ、濃いや、濃いタレっていうかな、やったら合うね、合うっていうか、ホルモン系はね、だから、そういう意味で言ったら、ちょっとその味噌だれ、パンチが効いてないっていうかな、あの、タレ自身の、なんか味噌っていう感じでもないな、いう感じやねな、ちょっと中途半端な感じした、うん、で、ロースいったろ、ロースを、ロースはカブラでいったっけ、カブラでいってないな、で、もう一回いっとくか、ロース、これね、今日ロースお買い得やったんよ、うん、
お買い得商品みたいな前あったっけな、あんななかったような思ったけどな。なんか肉の種類がいっぱいあって、うん、で今日の厚切り牛タンはあの厚切り牛タン2つある中でもちょっとあのオーストラリア産のやつ、あの日本産のやつ高かったから倍ぐらいちゃうねん。これ 100g 1000円かで、もう1個日本産のやつは 100g 1500円すんねん。その代わりでかかったけどな。この動画また前に焼肉動画出してる時に両方行ったから、あのどんだけ違うかまた比べてみて。それでね、ロースロースな、そうロースとかはちょっとな半レアぐらいがいい、ね、このミノとかね、ね、シマチョって言いかけて、シマチョ、ハチノス、ハチノスも好きやね。ハチノスとかはね、ようやかんとあるやけど。そうか、今日はこの塩だれ、これがええわ。塩だれともう一回見せようか。塩だれとこれこれこれ味噌だれね、これ肉の岡山さんで売っておりまーすけどね、また気になった方は肉の岡山さんにお問い合わせください。お問い合わせしても知らないかしらんけどな、あの入ったとこで売ってるわ。それでしゃ、カブラでいこう、カブラで、カブラロース、うん、塩だれ、うん、ホルモンにもよう合うわこの塩だれ、うん、これおすすめ。何回も言うけど味噌だれは僕はあんまりおすすめはせえへんけど、これはもう人の好みやからね、しゃあないや、うん、うめえ。よし、じゃんじゃん入れていこう、もうええか、よっしゃ、ちょっとね、やっぱりホルモン系食べるときはね、パンチの効いたタレで食べんと、あの肉負けするからな。それでもうあんまり肉がなくなってきたからな。牛タンもやりどうか、牛タンけー、この牛タンええ感じやな。牛タンはやっぱうまいもんな。もう焼けてきたか、もう返そうか、牛タンや、これな、牛タン、わあ牛タン好きやねんな。でここらもこう返して、牛タンうまいな、牛タン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 。一人でおっしゃおっさんはしゃいで何やっとんねん話でな。ということで、ハチノスとかをちょっとこの味噌だれでいってみようか。うん、やっぱりいまいちパンチがないねんな。味噌だれでいこう、味噌だれちゃん、塩だれ、うん、これはパンチが効いてるというか、肉にまとわりすぎてすごい塩で、塩レモンというか、うん、しっかり塩の味がついてくるね、うん、だからこれうまい、一番うまい食い方はやっぱり聖護院かぶれ、聖護院かぶれのポン酢に牛タンを浸していただきます。お、あーなくなった、あーうま、うん、元気出るね、うまいわね、いろんな鍋やったりお弁当こうたりなんやかやってるけど、やっぱり肉食うてる時一番幸せやな。たまらんな、うん、うまい。でこうやってさ、肉は肉でやるやんけど、タレをね変えるだけでもやっぱりだいぶちゃう、だいぶちゃうというか、そのそれはちゃうわな。やっぱ雰囲気が変わる、まあ雰囲気は一緒か知らんけど、やっぱ味が変わるから、このほんまね、タレ今日はまあ3種類用意してるけど、これほんま4種類とか5種類タレあったらほんまに食べ飽きひんで、あの焼肉もほんまに楽しみが出てくると思うで、うん、ようで、ちょっとこれしゃー、これ塩だれでいこう、今日のお気に入り、もうな、ちょっとビールビール、あーまあ、ようで、もうな、あんまりないから、これだどっちでいく、これ、うーん、やっぱりこれはあれ、味噌だれでいこうか、で、もう最後やるとか、ちょっと待って、焼く前にちょっと待って、あれ
れ、牛脂牛脂牛脂ひどこ牛脂牛脂くっつくからね牛脂、よしよし、この目でいいかよし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 、あ、外れてもったあらら、外れてもったで、しゃーしゃ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 ー最後のチェックいっておこうかな。うまそう。ちょっとこれどうか。しゃ。味噌。うん。コリコリの。これればいいんやけどな。うん。ちょっとやばい。僕的にパンチが足らんわ。パンチが足らんわ。うん。やばい、塩うまいわ。うん。そういや、塩を言うたら僕食べたことないよ。塩ラーメンとかもあるんだよ。あれも、まあ、どんな味か食べたことないよ、言われへんからあれだけど、あれもなんとなく今イメージしたわ。塩っていうから、その塩辛いんかな思ったら塩辛いんじゃないね。そうじゃないね。あー、だからなんやねん。いやいや、あのとりあえずまあ塩辛とかそういう意味じゃなくて、どうだろう、名前こそ塩だれになってやんねんけど、せやな、言われてみたら普通のタレに比べて塩だれかなんで、その塩じゃないね。でも一番今日の中でうまい。あー、ビール取っていこう。ということでね、今日はねまた新しいのを買うてきました。これでね、コンビニさんで売っとって、ワイルドターキーのやつ、ワイルドターキーバーボンハイボール。これでなんで言うたらね、私ワイルドターキー好きやって、昔お酒飲み始めたがワイルドターキーやってん。だからワイルドターキー結構好きやねんけどね、度数が高いから、あれなんか色が薄いぞこれ、大丈夫か。色がなんか薄いような気がするけど、ちょっとワイルドターキー、うん、しっかりハイボールやな、ええ感じ。僕はね、もともとお酒飲む原因ちゃうな、原因じゃないな、なんや、お酒飲むきっかけになったんが、そのね、アルバイトしてるところのマネージャーさんっていうか偉いさん、アルバイトに親切にしてくれる偉いさんやけどね、で、ショットバー連れて行ってもらって、ショットバーでおしゃれに酒飲むのが夢やって、子供の時ね、子供の時は18、いや、じゃあお酒やからやっぱ二十歳にしてこう、記憶がおぼろやから、まあ一応二十歳で一緒で、で、二十歳の時に連れて行ってもらって、ほんでその人がそのバーでワイルドターキーをキープしてはったんやから、で、お酒言ったらそのワイルドってどんなんやろなって言って、最初そっから飲ましてもらって、これ飲んでみーって。で、それのロックから飲み始めたから、今結構お酒が強いのもそうかわからんね、ワイルドターキーがきっかけだったんや。だからもうそればっかり飲んでたんや、若い時。ほんでもうビールとかも全然興味なかったんやけど、もうワイルドターキーばっかり飲んで、もうなんせかっこよくお酒を飲んでモテたいっていう格好あったから別にかっこよさげの中でモテへんけどな、うん、未だにモテてないからまあそんなのがあって、まあ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 きっかけの一つとしてね、で、これ何やった、これどっちでいく、これ塩で、で、そうほんで、そのワイルドターキーばっかりでいつしかキープするようになって、そればっかり飲んでんか。ほんなら、なんかの飲み会の時にビールとか飲みたから全然酔えへんねん、で、ガブ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 と飲んでんか。で、それが私の原点ほんまこの塩だね、気に入った、うまい。あーうめえ、うん、ということでね、どんなもんじゃい。あー、ちょっと大きく切ってくれてるこの身のだな、お店行ってもさ、愚痴じゃない、愚痴じゃないというか愚痴やねんけど、ちっちゃい身のとかあるやんか、まああれはほんま勘弁してくれよ、リーダーもなんねんな。うん、まあ、切り方一つにしても、隠し包丁入れるにしても、お店のね独自があるからなんともええし、それとはやっぱりあれやな、焼肉屋さん行って僕思うことは、まあ私ね、その評論家でも何でもないし食レポも下手やからね、何ともあれへんけど、やっぱ思うのは店の雰囲気もあるんやけれども、やっぱりお肉の質とか切り方とか、ね、総合的にお肉とか見て、やっぱりねタレもあるな、やっぱり一番インパクトに残るのがやっぱタレ、
やな、タレと切り方やわ、うん、やっぱりね、あの頭の中でもあるんですよ、頭の中でもあるんですよって何件か言ってるやんか。ほんならその中でもね、あーそこはあの何ていうの、三本の指に入るなっていう焼肉さんあるんですよ。あのあえて言いませんけどね。だからあえて言いませんっていうか、自分の好みやからさ何とも言われへんけれども、あんねんあんねん、うわあそこは良かったなとかの、うん、結局そういうところにみんな落ち着くんやけどね。身のとこ、身のをちょっとこっちでいっとこか、味噌だれでな、味噌だれ、味噌だれもな、捨てがたいって言ったら捨てがたいな、そんなにね、まずくもないんやけどな。やっぱり、ややパンチが弱いな、うん、あむせてきたよ。で、こっちが、あ、こっち塩でいくか、塩でいって、これも塩でいくか。で、最後もう、あれ、ロース、まだあるな、ロースあるし、よっしゃー、あらら、もうない、おるる、あー、もう350、やっぱ早いな。しゃ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 、塩な、塩だれ、あ、僕のあたりこれやわ、うん、塩だれうまいな。やっぱり焼肉もさ、あの極端なことで毎日焼肉仮にやったとしたがって、あのタレが変わったらやっぱ違うね、うん、うん、これいい、うまい、これで見る、あ、じゃあこれで何やった、ワイルドターキーなんちゃら、かっこええやろこれ、ワイルドターキーなんちゃら、これこれ、こっちのね、これ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 、ワイルドターキー、ワイルドターキーっていうのがね、好きなんです、そうだ、ほんま、うん、お酒の原点がワイルドターキーだって。ということで、もう最後やりていこうか、最後やりていこうか、もう一回この牛脂でな、牛脂でやらんとね、焦げるからね、よっしゃ、ロースがね、残ってるから、ロースをもうちょっとまとめて焼いてしまうか。よっしゃ。身の1個あったわ。よっしゃ。よっしゃ。いやー、今日はほんま、かぶらがうまいの分かってん。で、かぶらがうまかったし、かぶらっていうか、あれね、これ、正午にかぶらね、これ。高いポン酢、高級ポン酢ね。これは、あの、牛タン食べるのにはこれ使ってください。あの、正午にかぶら。絶対合いますから、うまい。あの、下手な焼肉の、下手っていうか別にこれ言うてはいちゃうよ、あの、焼肉のタレ言えばレモンか、レモン汁か、この生姜かぶら、牛タン食う時はこれで、他はもう自分の好みで、今日は何回も言うけどね、これ何やった、肉の岡山さんの塩だれと味噌だれ、これ買ってきましたけれども、私は塩だれ、これ好きやね、うん、これ大好きでございますわ、うん、うまい、もうええかい、もう返す、もう返す、よっしゃ、ね、ロース、ロースとかってあんまりな、岡山さんとかで僕買うことないから、今日うまそうにね、あって、ほんで特価で何やったかな、ロース600、いや700円ぐらいだったかな、安ーとか思って、で今日こうできてんけど、あのね、岡山さんっていろんな肉売ってるんですよ、あの、肉っていうか、まあ、基本的にはええ肉なんですよ、ええ肉やねんけれども、その中でも、ええ肉の中でも、その、あの、なんていうの、最上級、中上級とか、そういうのがあってね、いろいろあるんですよ、まあ、もちろん一番安いのはスーパー行った方が安いよ、そんな肉置いてないから、精肉店やからね、まあだからね、あの、アビコで、あの肉の岡山さん、あるから、大阪の方はね、精肉店で買ったお肉でバーベキュー、今日も満席やったわ。買いに行ったらバーベキューのところ何席空いてるのかなって、何個や、6席ぐらいあるのかな、満席でございました、今日大人気のバーベキューまた今度行こう、よし、よっしゃー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 、今日は私の私大好きな塩だれで行こう、塩だれ、うん、うまいな。で、ロース、こう、聖護院かぶらでいって、これは塩だれでいってみるか、塩だれ、しゃ、
よっしゃよっしゃよっしゃ。でまずカブラでこの高級ポン酢でいただくロース、なるうん、これはうまい、さっぱりいける、うん、あーうまいな。で最後の締めは今日初めて食べた、岡山さんの塩だれ、これ気に入ったわ、塩だれな、うまいわ、うん、うん、うまい、柔らかくてコリコリ、まあこれは肉質やからね、うん、塩だれこれ気に入ったな、これちょっとまたあのちょいちょい買いに行こういうことで、ほんまに今日はね何もないというか、そのご飯も何もなかったけど肉だけだったけど、ほんま肉晩酌久しぶりに堪能した感じでうまかったな。ということでワイルドタヒめっちゃ用意できた、ビールビールちゃうわ、何ハイボール、ハイボール、皆さんもたまにはちょっといいお肉で高級焼肉晩酌してみてはいかがでしょうか。本日も大満足でございました。ごちそうさまでした。